事故が昔から起きる。で私も、はい、すぐそこで死にそうになりました。はい、められた。バイクで事故って自分で乗ってて。僕の友人の、まあ、そのまた友人なんですけど、お家の中で心霊現象がたくさん起きて困ってるっていうことでして、内容としては、まあ、娘さんがいらっしゃるんですけど、まあ、霊を見たりとか、まあ、その方本人も、まあ、ある程度霊感が強い方でして、まあ、たくさん霊がいるっていうことで、でその方がいろんなところにお祓いに行ったり、まあ、お札ももらったりしてるんですけど、一向に良くならないみたいなんですよ。どんな例が出るんですか？それは僕も聞いただけなんで、やっぱ行ってみないと分かんないんですけど、まあ娘さんも本人も怖がってるっていうことなんで、今日はそれを取りたいと思います。女性になります。ご結婚はされて、でそこで、まあ、旦那さんと別れて、で今は実家にいるみたいでして。なるほど。あ、実家の、あ、いらっしゃいませ。どう、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします、はい、お名前は申します。はい、うん、よろしくお願いします。お願いします。お子さんがいました。ここからどれぐらいなんですか？近いんですよ、意外と。子供さんも見えたりします？もう見えるみたいなんですけど。どういう方が見えるとか。あ、小さい子と、はい、女の人、男の人、ね、あとはどっちだかわからないっていう。1週間ぐらい前なんですけど、写真を見せてもらったんですよ、はい、車の中を、はい、そしたら、うん、子供の霊が映ってました。ちなみに兄は全くなんか感じない。あ、そうなんですか。そうなんです。見えない方がいいですよ。安楽亭ってこちらにもあるんですか？あります。田舎にしかないですか？あ、そんなことない。僕の地元にも安楽亭あります。先生、地元どこですか？福島です。ここです。はい、電気がついてるかと思うんですけど、はい、なるほど。誰がいます？はっきり分かんないですね。あの、ベランダにいるってことですか？ベランダではなくて部屋。あ、いるんですか？はい、行ってみれば分かるかな、はい、あれ隣の家ですか？あれは、あそこは一緒です。あ、これ全部、はい、大きい、大きい、すごい大きいですね。ここでよく事故が起こるんですよ。え、事故が、うん、昔からなんですけど、この交差点、この交差点は なぜかよく事故が昔から起きる。で私も、はい、すぐそこで死にそうになりました。はい、められた。どうしたの？バイクで事故って。自分で乗ってて死にそうになりました。はられた。バイクで事故って自分で乗ってて、あ、なんかね、車を避けようとして転んで、はい、うん、初めてこう走馬灯っていうのを見ました。何で、はい、どうぞどうぞ、はい、見てください、まず、はい、失礼します。みんなが、はい、ありがとうございます。いいはい、どうぞどうぞ。失礼します。こんにちは。はじめまして。遠いところすみませんです。申し訳ないです。こんにちは。ありがとうございます。
まず、あ、どうぞ、どうぞ食べてください。まず、うん、何の例が見られるか。私は見たのは男の人で、顔は分かんなかったんですけど、うん、肌色の顔の男の人で、うん、それがまあベランダのところにいたのを見たのと、うんうん、あとよくコンコンされる、そこの窓と、あとまあ2階の窓、はい、よくコンコンされるのと、はい、あと夜寝て、うん、みんな寝静まって、私やっぱずっと寝れないんですよ、うん、寝れないでいて、うん、すと天井が、うん、なんていうんですかね、ドンドンというか、パッパッパッキパキ、はい、まあ、あちこちがこうなる感じですよね、うん、電気を消すと、うん、そうですね。で、昨日の夜は電気を消して目をつぶると、うん、何ですかね、人に囲まれてる感がすごいあったので、うん、先生から教わった、うん、これあ、言葉、はい、これをずっと言って書いたりもしてました。それはそれで消えたんですか。それで、うん、あ、ちょっと変わったかもと思って、うん、で、加湿器を置いてるんですよ、うん、枕元のところに、うんうん、で、電気がつくので、うん、それをずっとつけっぱなしなんですけど、うん、それも勝手に消えたりするんですよ、うん、で、昼間つけるとそうつくんですけど、うちの親とかがやるとつくんですけど、うん、私が夜こうつけようとすると全然つかなかったりとかして、うん、だから今ランタンを置いて、うん、もう暗くなるとちょっと怖いので、うん、その現象はいつぐらいから出てるんですか。それはもうね、鳴ったりとかするのは結構前からあったんですけど、うん、まああえて誰にも言わず、うん、そうですね、まあ、気にしないようにしてたというか、うん、何年後？帰ってきてからだから、3歳になったら去年ぐらいですね。去年ぐらいから始まりましたね。うん、前はだいぶ昔からはなんだかそういう体験をすごくしてて、うん、でまあいろいろこうお祓いとかそういうものをしてもらって、うん、なんとなくこうやり過ごしてきたか。があるんですけど、でこの間先生にお会いした時に、うん、なんか昔に力を封じ込めませんでしたみたいな感じで私聞かれたじゃないですか、はい、やっぱやってたんですよね。あ、お坊さんにお願いをして、お坊さんというか、そうなんです、近くにいた方にお願いして、はい、あまりにも力が強すぎるし、うん、なんかこう生まれ なんて言われたんだっけ、生まれがなんかすごく、うん、なんか女の人にしては珍しい星の下に生まれてるね。うん、それで、まあ、その力を封印じゃないけどやってもらってたんですよ、うん、でもすぐ忘れてて、はい、親から言われて、うん、あ、確かにそうだったなと思って、あれが20、うん、あの交通事故やった時、うん、ですよね、4か、そうですね、交通事故、あ、さっき言ったバイクの交通事故、あ、そうです、そうです、そうです、走馬灯を見たってやつですね、うん、そのもバイクじゃないよ、関越でやった時、ああ、それもあるんだ、うん、そう、私なんかすごく事故多い、多いですね。その今お母さんおっしゃったのは何の事故？それね、関越で車の事故ですね。関越で横転、こう縦回転、はい、するような事故。それどうしてそうなっちゃったんですか？それはこう私が運転してたんですけど、うん、こう荷物を今みたいにこう置いてて、はい、なんかこう探し、何探してるの、何かをこう探してたら、うん、ハンドルも一緒にこう切れちゃって、うん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 、で多分こう中央分離帯のところに、はい、多分 2,3 回当たったのかな、 2,3 回当たって、うん、で高速ってこっち壁が斜めになってるじゃないですか、はいはいはい、そこに車輪がこうかかったのを覚えてるんですよね、うん、かかって多分しばらくしてから、うん、こうなんですか、車がこうスローモーションで立って、はい、で縦にこういう風になったって感じですね。で着地したみたいな。それ怪我はどれぐらいしたの？それは口の中切ったぐらいで。あ、そんなもんするの？そうなんですよ。なるほど。でバイクの事故にも死にかかってる。バイクの事故はちょっと、あ、死ぬなって思いました、うん、死にそうになりました。死になるバイクで事故って自分で乗ってて、
それは車がこう大回りしてきて、そこの本当すぐそこなんですけど、それを避けようとしてこうぶつかったのかはもう分かんないんですけど、避けようとして多分転んで、バイクにもちょっと服が引っかかったかなんかで引きずられて、でガードレールの下にバイクがガーンって挟まってたんですけど、その多分衝撃で私飛んだんですよ。宙に浮いたのを覚えてて、その時に何ですかね、セピア色の映画っていうんですか、なんかコマがこういうふうに自分の周りにいっぱいこうあって、で自分は動かずにいて、こう幼稚園の時のこう記憶がこう出てきてて、そうなんですよ。で、あ、これって走馬灯だみたいな、もういろんなことを考える時間があって、で死にたくないとか、そうすごく思ってるって感じですね。でも次の瞬間も、自分はもうくの字に倒れてたんで、あ、生きてると思って。それは怪我と思い？それは足骨折だ。はい。どれぐらいしたんだ。トータルで1年ぐらい。1年、そうですね、1年半ぐらいかかったのか、結局ちゃんと歩けるようになるまで1年半ぐらいかかる。なんで鏡あるんですか。あ、これお母さんが踊り、あ、舞踊、はい、大きな鏡ありますね。そうなんです。お顔ちょっと聞いていいですか。お顔はモザイクで隠しますので、さっきそれでなんか強すぎるって言って、なんかお祓いをしたって、それどういうことですか。いや、お祓いっていうかね、あのすぐ近くなんですけど、いろんなこう運勢やなんか見てくれた世方がいらして、その人にあのお客さんだったもんだから、そんな話して、じゃあ一度来てみないってことで、それで行って、そしたらなんか生まれたあれが珍しく、とにかく珍しい、運勢持ってるっていうか、それでとにかくその人が何かこうやってくれて、もういろんな何か書いてくれたんですけど、でそれでもう絶対この人交通事故は起こさないよ。はあ、それだけ大事故に襲われると何かあるんですかね。そこは皆さんが霊感が強いっていうのがあるんで、後ろの方に守れているんだろうなってあります。逆にそういう命をなくさなかったのが守られていると。はい、すっごい上が気になるんですけど、はい、今行ってみますか。はい、先行ってみましょう。ちょっと先にいいですか。行ってみましょうか。ちょっと今日はいいですか。上の方に上がらせてます。まずい気がする。今日ちょっと僕がいるんで、あ、先に行っていいですか。どっちですか。あ、上はこっちです。はい。お布団敷いちゃってますけど。あ、大丈夫です。すみません。ありがとうございます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。すみません。どうして？なんかやばそうですか。はい。ちょっと私は今日は行きたくない。行きたい。あ、ちょっと消さないで。ちょっと待ってください。あれ？こっちです。なんかいいですか、ここ。はい、なんかすごい手紙は。電気つきますか？これ何あるんだろう。ここ。何入ってんですか？お母さん、これ何が入ってる？そこはもう物入れ。何が入ってますか。ちょっとすごいそこ気になるんですって。え、ここはこんな私のあの髪の毛とか、あの踊りの時の化粧品だとか、そういうの感じです。あれが入ってる、ひな人形。あ、何が。ひな人形。あ、ひな人形入ってる、この上に。あ、はい、ありがとうございます。はい、今気になるもらいました。あ、ありがとう。これで解決しました。はい、こっちいいです。失礼します。お札がいっぱい。こっちも。このお札は何なんですか。あ、お札が四方にある。ちょっと待って。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。
このお札は、この札は、はい、私がちょっとあまりにもこう ひどいというか体の体調も悪くなったりとか、うんうん、まあ、ちょっとそういう現象があったりとか、うん、あと、うん、まあ、見えちゃったりとかってした時に、うん、これ多分知り合いに紹介してもらって行った霊媒師さんというか、うん、その人にちょっと家も気持ち悪いんですっていう話をしたら、うん、じゃあこれ貼ってくださいって言われて、うんうん、いくつぐらいの人ですかその方って。多分当時多分45、6だったと思うんですけど。一般の人、いや、なんかそういうお祓いとかは知ってるっぽかったですね。お弟子さんみたいな感じの人もいて、はい、何の札ですかね。取っちゃいます。はい、岡部家族、はい、どうですか。ここ飛んない方がいいですか。あそこ、あそこないです、はい、これ来ないんですね。こうやって開けますね、うん、なんだろう、怪しい感じがしますか。書き方が違うんですよね、うん、なんだろう。何でしょうね。